はい、かおるさん、はい、こちらのお店の、ね、作品ちょっと一つずつ、ね、一台ずつ、ちょっと自慢してもらいたいと思うんですけど、うん、まずはじめはまずお名前を。KTS の鈴木です。鈴木さん、はい、社長ですね。社長さんですね。KTS の社長さん、はい、鈴木さん、いやいやいや、見てください。CBX ですよ。かっこいい、ね、もうこれもう旧車の中の旧車と言ってもいいんじゃないですか。これみんな乗ってた。みんなね、みんな乗ってる、ね、うん、これの、まあ、あの一番力入れてるというか自慢点みたいなのあるんですか。CBX に足回りから何か全部 CBR、 あ、そうなの、移植しているってことですか。はい、そうです。へー、そうなんですね。もうマニアが見ればすげえなっていう感じなんですね、要はね。はい、そうです。へー、これはでもどうなんですか、仕上がりとしては満足している感じですか。かなりこれはもう当時乗ってたスタイルを再現した感じなんで、あ、はい、当時こんな感じで乗ったんですか。はい、すごい。これ塗装はカラーさん。はい、カラー。さすがっすね、はい、これはでもかなり金額としてはお高い感じ。ちょっと見せられないですけど。あ、見せられないですか。見せられないですけど。やばいぐらい高いみたいですけどね。私さ、風貌って好きなの。おお、かっこいいよね。かっこいい、うん、好きなのよ。あのかロケット、ね、あれロケットカウルとはまた違う昭和の感じがね。そうなのよ。おお、いいよね。社長さんもやっぱ風貌ファンで。はい、うん、おお、風貌いいよね。風貌いいです。あのこっち出すタイプと、はい、こうこっちに曲げるタイプとあったじゃないですか、はい、僕らの時代、はい、あのこっちにここを切ってね、はい、こういうのもありましたけど、それ風貌の意味あんまりないよね。あんまりないね。やっぱりこっち関東はなんかそうそうそう、こっちなんですね。こっちに来ちゃったんで。こっちに俺も関東だったんで。はい。それ細かいツッコミは別として。はい。いやいやいや、でも本当綺麗ですよね。竹槍。はい。そういうことで。じゃあまずは、CBX、社長さんの CBX でした。何でも修理思ってきてますんで、修理できないことないと思います。何でもやってくれるってことですね。すごい。